から話しますね。はい、そうするとですね、じゃあこうしようかな。じゃあ目でこうやって。こっちが8月で、これは10月の30日というかね、はい、前のと比べながら、はい、電解質のバランスを見ると、前これ高かったけど、正常に入ってきてますね。あ、そうですね、ギリギリ下がって、脱水が取れてる。それからこれが腎臓の機能を見るところですけど、これもですね、1.67 だったのが 1.41 と下がってる。ってことは、これはステージ2なんですよ。でもステージ1になくなっちゃう。これで、ね、あれしてくれるといいですね。そうそう、だから BUN はまあ正常範囲ですね。血糖値はちょっと高いと。これはね、糖尿病じゃなくてね、そうです。すごいもう緊張してるじゃないですか。そうすると緊張するとさ、アドレナリンがたくさん出て、そうすると血糖値が上がるんですよ。その影響だと思います。猫ちゃんこういう子多いですね。で次肝臓。GPT、GOT、LP、ビル正常ですね。何歳だっけ？推定14歳ですかね。いいですね。タンパク、アルブミン、正常です、うん、はい、グロブリンがまだちょっと高い。でもこの間より下がってる。あ、そうですね。あ、これはグロブリンが高いのはちょっと炎症、慢性炎症があると上がると言われています。カルシウム前より下がってるけどまだ若干高い、はい、だからコレステロールも前よりちょっと下がってるんだけど若干高い、はい、この辺はね、はい、中性脂肪は正常でしたね、はい、血液に付く寄生虫は陰性です、はい、から PCV は血液の中に何パーセント赤血球があるか、40% ですから 前と一緒、はい、これが低いと貧血です。だからあんまり高いと脱水とかです。白血球の数8900、はい、この子シニアだから、はい、まあいいとこですね。でもこの時よりも下がってますよね。から横断溶血、まあ、これは側近しなくていいです。だからここ肝臓、はい、肝臓アンモニアと GGT 正常です、はい、からリパーゼ、これ膵臓、あ、はいはいはい、高かったんだけどこれも下がってる。下がっていましたね。すごいね。からリン、これは慢性腎臓病のステージ2超えてくると高くなってくるんですよ、はい、あ、そうですか。で、まあ、一応正常範囲です、はい、CPK はこれは筋肉とか神経が弱ると上がりますけど、はい、まあ正常範囲でしたね。だから優秀だったですね。これがね、下がったのは嬉しいよね、うん、とても素晴らしいことだと思います。だから続いて裏もありまして、はい、SA、これ、炎症マーカー、人間でいうと CRP に相当するんですけど、体の中に炎症があると上がってきます、はい、でこれでは正常範囲です、はい、高い子は10段、20段、100段になっちゃうから。だから白血球の数の8900も正常でしたよね。で内訳は、はい、8900の内訳は高中球、急性の炎症で増える高中球は5600正常です。あ、リンパ球も1700正常です。短球、慢性の炎症で増えますけど正常です。高酸球は寄生虫アレルギーで増えますけど正常。だから内訳もいいと。あ、から赤血球の数732万、これも正常範囲ですね。で赤血球の形、血液トマトで形を見るんだ、ね、そうで大きいのとちっちゃいのがあるんだけど、100個のうち1個ぐらいは大きくて青く染まってるのが出てれば正常、はい、だから正常でした。あ、そうですか。血小板、これは炎症があって出血すると血を固まらせるために活躍するんですけど、まあ、はい、特別増えてない正常だと思います。だからね、このデータをですね、はい、14歳でさ、こんな下がるってすごいすごいね、反応してくれるんですね、この子。で、2週間、はい、で今日は予防注射ですね。はい、そうです。11月が5週なのね、はい、5日だったので、去年がこれは証明書が入ってます。はい、そうです。証明書が入ってます。あ、4週入ってるんだ。3の時もあった、はい、一番最初、あれです、保護した時に、あ、そこで言ってもらったやつね、はいはい、で、なんだっけ、3種と4種と5種とあるんですよ、はい、で前4種売ってるみたいだけど、私はもう3種ってさ、
風邪、鼻気管炎と口内炎ができるカリシウイルス感染症と白血球が少なくなって嘔吐下痢して死んじゃう病気、これが3種ね、はい、でそれにプラス4種は猫白血病ウイルスが入ってます、はい、で5種はクラミジア、こういう結膜炎とかになっちゃうのが入ってます、はい、でまああの5種を打ちます。5種、はい、はい、じゃこれね、じゃ今から身体検査しますね。これは、はい、取ってみてください。はい、じゃあサポートお願いします。あ、先生これが、あ、それ持っててください。あ、いいですか、はい、で同じやつがカルテにあります。あ、ごめんなさい、つけてあります。はい、よいしょ、母ちゃん、頭を、はい、よいしょ、はい、5450。あんちゃんごめんね、気をつけさせてね。テルミサルタも飲んでますよね。それ先生、今日アンチノールがもうないのでアンチノールを一箱と、はい、セミントロを、セミントロも出してるのがいいですか。セミ、あ、お先生、今日は今月は一つでいいですかね。で来月は今度は多分二つないと足りないので。はい、わかりました。Thank you。 はい、今月は平熱ですね。はい、じゃあ脈見ますね、ごめんね。すごい緊張してるからお腹を硬くするんで、ね、はい、調子にします。はい、聴診も正常ですね。呼吸の音も心臓の音もいい感じです。はい、じゃあこれ、あ、ごめんなさい、こっち見て、はい、うん、ちょっとミヤニがついてる。おっとっと、やめてくそれが、ね、見つけとこやった、ごめんね、見つけとこやった。まあね、この触るとさ、上はちょっとゴツゴツしてるんだよね。はい、わかります。はい、そうそうそう、ゴツゴツしてます、ね、ちょっとだから筋肉が落ちてってる。あ、でも下腹部はしないからそうそうそういう状況にやってますね。はい、じゃあワクチン打ちます。はい、でそれからあとちょっと軽くデンタルケアをやらしてもらおうかな。
そういえばこの子うんちは毎日出るんですか？出ますね。でも今日はあのまだ出てないです。はい、いやおしっこの回数は？おしっこは1回か2回ですね。はい。それで今日おしっこちょっと私が起きるのが遅かったんで朝した後はあるんですけどちゃんとした後はちょっと見てないので。はい。ちょっといいですよ。で歯磨きペーストなんですけど。はい、じゃあワクチンします。歯磨きペーストは？いいですか？歯磨きペーストはあのご飯の前にあのあげたらいいかなっていうことだったんですけど、そしたらご飯を食べなくなっちゃったんで。ああ、先にやると。先にやると。でそれで昨日その前からご飯を食べた後、みんなの歯磨きが終わった後、かんちゃんにもポッと出したらピロッと舐めたので。あ、そうですか。これで行こうと思って。なるほど。まあ本当はご飯食べた後の方がいいですもんね。この間訪問者とかやったらいいんだね。はい、じゃあデンタルケアをねこっちの方向いてくれる？やらしてくれるかな。まだ舐める程度ですよね。はい。いいもうまだはい、舐めるのは舐める程度。だから多分この子はまず舐めるのを、当分かかるな。そう、当分まず舐めるだけで。はい。うん、すごい嫌がってるのね、歯磨きすると。舐めるだけでもね、舐めないことがあるから、ね、だいぶ違いますからね。はい、じゃあ保湿して、はい、じゃあ軽くクリーニングね。それと先生、お薬が、はい、おしっこのお薬、あの腎臓のお薬をずっと6週間飲むようにっていうことで、はいはい、今週が6週目で終わるんですけど、一応もう薬はいいですかね。うん、あのそうね、そこで一回止めましょうか。はい、ちょっとできればおしっこがその頃に、あ、じゃあ一回おしっこだけ持ってきてもらいます、はい、それでおしっこ良ければ止めましょう。まあ、回数がさ、1、2回だから多分大丈夫だと思うんですけど、はい、ちょっと飽きてきたのか、あれで薬入りを食べなくなってきて、ユーティーグッドなら言ってもストップにしましょうかね。はい、じゃあそんなやり残しはないよね。CT を舐めるだけはできると。そう、今更ねゴシゴシも、まあでもあの根気よくね、はい、1週間か2週間舐めるだけにして、それからちょっとだけ 1、2秒、はい、とりあえず奥は最初から無理だから前歯だけ、ね、はい、ごめんね。じゃあ、はい、終わりです。でもあの血液検査の数字がすごいね、この年齢でさ大抵上がっちゃうんだけど、じわじわ下がったのは素晴らしい。